そして名古屋王者向けの応援コメント、那須さんから、 KB 選手ここで勝ち取ってくれ、絵がもうめちゃくちゃあります。まあここは大事、気持ち入ってます、はい、応援コメントに。さあそれでは準備が整ったようですので中堅戦見ていきたいと思います。さあレッドサイドがグッドエイトスクワット、ガチ君、おっと開幕ジャストパリー、ラッシュ攻撃に対してのジャストパリーでしたが、まずはスピニングミキサーは嫌った。この組み合わせで言うとやっぱりその飛び道具を重ねられるのが大きなポイントで、はい、奥攻めで、はい、ワールドショットの最大ダメから、まあ、風を使った気流を使った攻めが、まあ、しやすいと、はい、アメージャーで取れないと、はいはい、まあ、一つ大きなポイントですね。攻めの圧力がある、出しやすい、インパクトは返しているガチ君、返せるけ。さあこれもうリッサルですね、コンボ選択、いや攻め、一旦は置き攻め、いいパリ、怖いキツイか。さあここはゲージを温存したガチ君、もう一度読み合うか、ね、見てる、スピングミキサー出ます、出ますね、これはストリートファイター5のね、あの積み重ねがあるんで、さすがですね、波動波動拳コマンドタイプのね速さが本当にすごい、一線を隠してますよね。さあまずは1ラウンド先制したガチ君ですが、2ラウンド目先手を取れた KB に対して、さあ来ました、いやここはリードを取られてるでしょう、ガチ君攻めに行きますが対応がうまい、ガチ君としてはまあここで一つチャンスを作ってリウサール、まあ、これ勝ちパターンですね、2ゲージ技ですね。この SA2 はまだ温存、うん、KB がいいペース、はい、B ハト設置から有利プレイも取りつつ、自分自身のターンを作っていきます。しゃがみ中足、ガチ君有利触れたが投げを通すが、ここでユーサール使った、使って回す判断か。さあこのユーサールからまずイグスパイク、そして投げ、まだユーサール残っていますが削りに行った、めちゃくちゃユーサールうまく使ったな、これさあこれでループコンボはいけなかった、非常に難易度が高い。さあ KB もこれ使わざるを得なくなってますね、ラムシカ、おっとラムシカでハンクヨラムシカとハンクヨードビア、これ犯罪前飛びするだけでめちゃくちゃ強いというね、まあただ今一応そのドライブリバーサルを一応警戒してるんですよね、ガチ君のドライブゲージがかなりたくさんあったんで、はいはい、まあ、ドライブリバーサルはどっかで来るだろうってことのジャンプでした。さあこれで最終ラウンドですが、おっとここリバーサル切り返しはガードですか、確かにここ勝負どころでした、これ割り込まないとガード目からラブシカでかなり厳しくなったんで、バーンアウトも見えていたと、うん、ね、ガチ君 の勝負どころの判断が良かった。早く先手打ちましたガチ君ですが、とはいえですね、まだゲージがまだ足りない、うん、KB がリードしている、うまいジャストパリー、オーリーに対してジャストパリーで回復しつつ前に行きましたがチェルノボーグ切り返した、オーリー強い、うっ、これで残り体力はわずかガチ君、上、うわーからジャンプ手前落ちでしたが、ここで打撃を押した、さあもう気迫の打撃でした KB、いやーこれは後半戦は KB がやっぱドライブゲージで有利な状況だったんで、ガチ君としてはちょっと苦しい中で選択を迫られた、そこに対してまあ対応できたって感じでしたよね。かなり強気に前に行くムーブがね1ラウンド目では目立ってたんですけれども、うん、KB がやっぱりリードを取ると受けに回っていて、なかなか攻めの選択肢は通せなかったような印象でしたね。でいい飛びから始まりました。さあ前飛びを通してまたしても体力リード KB、ガチ君は残り体力半分、さあストリーボーズでダウンを取るが、この B ハト接着強い、さあこの B ハトから投げに行ったが逆に投げ返されてしまう、助かった、ただ KB が依然として体力状況は有利、そして端からも脱出、おそらく今強ミキサー対空したんですけど位置が入れ替わったことで、そうサイクロンに化けちゃいましたね。 KB がリーチ、さあ KB つなげるか、マッチポイント、ここでスピニングミキサーに対してのパリーを成功させた KB ですが、ガチ君がまだターンを握り続けています。先端中足先端の間合いでお互い牽制を繰り返していきましたが、うわーここでボタンを押す、引き返す、読み立ちますね。 KB の暴れどころが先ほどからガチ君に対して効果は敵面ですね。うわ、まあ、これ投げで済んだらガチ君的にはよかった、まあ、よかったと言っていいでしょう、はい、
いやしかし B ハトをガをさせられてしまい、まだドライブゲージの回復ができていない。うまく立ち台系から切り返したが、ガチ君やはりバットは避けられなかった。よく立ちガードした。ただ KB も残りわずかです。上でさあ対空が上でかぶせてきた。この画面足苦しい。おさあ対空はずらした。サイクロンで着地をずらして投げ、そしてインサール。バーンアウトので時間稼げますからね。これさあバーンアウト中ではありますが、そのまま逆転、うん。いや今の空中戦競り勝って後ろ投げが通ったのが大きかったっすね。値千金すぎたなさあこれでガチ君もうまくマッチポイントをしのいでいますが、ジャストパリー、そしてガード。さあこれは体力半分近く消してみました。ゆっくり時間かけていく。そうですね、置き攻めよりも一旦状況重視で KB はコンボ選択を行いましたが、2ゲージを抱えている KB。 止めた止めた。これはですね、さあとりあえずラブシかバウンドカードでもいい気がするけどな。どうする、インパクトにいかない。ダメージ重視で B ハトいけるっていう話か。中下で崩しにかかったが、ガチ君は入れ替えからのユーサールがもう一番やりたいこと。 KB も分かってる。ユーサールはまだ打てる。さあ KB は距離を取り続けます。相手が前に詰めてくることを待っている。牽制を置きながら決定打はさせないような動きを徹底していましたが、これでかすぎる。ユーサール、さあバーンアウトはしていないが、 KB コンボがむずい。ここで置き攻めは投げ投げ、もう一回。さあ KB どうして送った。アムレジャーオーディバンガード来たユーリフレームからラムシカ。さあガチ君これを耐えなければいけない。耐えれるか、耐えれない。硬直にラムシカが刺さった。いやジャンパリーに対してジャンプで惑わせに行きましたね。さあということで、これで中堅戦は KB の勝利となりましたので、うん、